Fields K, One World Grand Prix 2008 quarterfinal bout number one. Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trim, standing at 197 centimeters, he weighed in at 100.2 kilograms. Here is the explosive K1 2007 World Heavyweight Champion from Morocco, introducing Butter Golden Boy Hardy! 時代を変えたゴールデンボーイ、バダハリ。 And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with red trim, standing at 192 centimeters, he weighed in at 109 kilograms. Here is the three-time World Grand Prix champion from Holland, known as Mr. K1, introducing the Dutch lumberjack, Peter.完全ソールドアウト横浜アリーナ、いきなり今年の決勝大会はクライマックスを迎えます。ピーター・アーツかバダハリか、38歳意地のアーツか、23歳急成長のバダハリか、世代交代は起きるのか。事実上の決勝戦とも言われるピーター・アーツ対バダハリ、このゴングから全てが始まり、そしてこのゴングから最終章へ向かっていきます。ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、扉をこじ開けるかバダハリ、その前に仁王立ちかピーター・アーツ。いよいよ準々決勝第1試合、いきなり右のストレートはバダハリです。バダハリが先立ってますよね。ローキック右、あっと、いいパンチありましたよ右。さあバダハリが追い込む、追い込んだ、右左、右、いきなりバダハリだ。さあ、アッピッチ、アッピッチ、アッピッチ、バダハリの右フック、いいバダハリ、いきなりバダハリがチャンピオンだった。重い扉が効いてますよ。リーチが予想以上に大きいですよね。リーチが長いんでしょうね。キックを返す、取りを取ろうとするピーター、しかしそれを潰してくるバダハリ、右がバーディスク、ふわり懸命にこらえるアーツ、逃げ切れるか、右のローキック、しかし追っていくバダハリ、左フック右、効いてますねテンプル。さあピーター・アーツのダメージはどうか、右がパワー空振り、右のローを返す、まだ残りはたっぷり2分ある。厳しい表情になったピーターズ、鋭くプレッシャーをかける、右から左、左とハイキックは見切った、そしてローキック、ピーターズはこのローを多用しています。一度ダウンを奪ったバダハリ、もう一度、もう一度ダウンを奪えばバダハリ勝利。ピーターズはバダハリのスピードについていけないですね。ついていけないですね。スピードでは俺の方が上だと話していたバダハリ。ただ、バダもね、そんな本当に打たれ弱いというのが欠点なんで、いつ逆転されるか分かりませんから、ちょっと目が離せないですね。そのチャンスをアーツは、さあ、狙っている、前に出るアーツ。ちょっとね、攻め疲れというか、でもバダハリ、今チャンスなんで、一気にいった方がいいですよ、ね。本当はいった方がいいですよね。ダウンを取れば、ダウンを取ればバダハリ、立ち上がり、そして大きな大きな時代変革、それを成し遂げることになります。ストレート、これはフェイント左、プレッシャーをかけるのはピーターズの前と思うんですよね。アーツがうまくかけてますね。しかしリーチが長いんでしょうね。懐が深いんで非常に戦いづらいというこのバダハリ、今も届いちゃいますからね、左を伸ばしながら右、ミドルキックは空振りです。まだピーターズのパンチらしいパンチは当たっていませんが、あっと左、ピーターズの左を伸ばします。バダハリがちょっと手が出なくなりました。バダハリも言ったけど冷静に一枠座ってます、バダハリサイドからはね、もっと燃えていけ、今いけという声ですね。やっぱりね、行ってほしいという長坂アナウンサーのリポートですが、今バダハリチャンスなんで、今もう詰めた方がいいです。行きたいですよね。ただこれはいけないのか、バダハリ左フック、トラサー前手で右、カウンターで右、左フック、さあ、いけるか、ちょっと上がついた、左ハイキック、これはガードしているアーツ。ピーターのね、精神力が強いんですよ、これ。よく見てますね。ピーターアーツはね、効いてるんですけど、もう前に前に出てますから。残りが10秒になりました。第1ラウンド逃げ切るか、アーツダウンを1回もらっています。あーっと、カウンターが入っています、ね、カ
第1ラウンド終了。なんという試合でしょうか。決勝戦第1試合、アーツ対バナハリ。バナハリがいきなりアーツからダウンを奪っています。最後今ちょっと入った、バダハリの入った、はい、最後入りました、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 入ったよね。でもやっぱりあの今まだスピードに慣れてないうちに今行った方がいいんですよ。そうだよね、でもちょっと食らったね最後ね、そうですね、バダハリね、ちょっとびっくりしたもんね。田重さん、はい、今お話になってますけども、ちょっと最後にここでバスボラな感がありますね。そうですね、なんかこう本当にチャンスだったと思うんですけど、ピーターツがちょっとリズム巻き返しましたよね最後ね。最後半ね、よく頑張りましたね、はい、精神力の強さですよね。やっぱり経験値から来るやっぱりね、あの冷静な自分はやっぱりちゃんと見てますよね、はい。さあ第2ラウンド、1回ダウンを喫しているアーツです。まだ 2,3 年は若い者には負けられない、そう話していたアーツ。新世代との世代闘争、このバナハリに負ければ16年間築き上げてきたピーター・アーツ、そのピーターが出てきましたね、ストーリーが最終章に近づくことになります。あ、このローキックが効いてますね。最初からローキックを、ね、やってますもんね。あ、田中左足、左、バナハリがまたこのインターバル明け一気にいく、早いですね。まだあのピーター・アーツバタリのスピードについていけないと、チャンスピン、そしてアーツ、すごいフライングキック、バナハリこんな形でダウンを喫するピーター・アーツを見たことがありません。効いてますね、フライングキックですよ。さあピーター・アーツ危うし、チャンスですね、ピーター・アーツ危うし、まだ、その時が来てしまうのか。ピーター・アーツついにゴールデンボーイが新しい時代を切り開くか、チャンスを迎えている。もう来た、左、左来ましたよ、ダウンを奪えばバナハリ勝利だ。左フック、右、バナハリが詰める、バナハリが詰める、これはダウンではない、これはダウンではありません。ダウンじゃないけどもう足に足に入ってますね、バナはここ詰めないとダメですね、ここはチャンス、バナハリここをもう一回こらえるか。ピーター・アーツ、あっと追い切れません。ただただピーター・アーツも苦しい表情が険しくなった。アーツ38歳アーツ、あー、右だ、右だ、右だ、右利きましたよ、詰める、バナハリ詰める、バナハリが苦しいかかりましたね、左、右の力がない、右のボディ、右のボディ、右フック、左のフック、アーツふらついている。アーツ最後は左のフックでふらついたところでレフリーがストップ。20世紀最強の暴君ピーター・アーツ敗れる。強いですね、バダハリ。新世代のリーダー、バダハリが今重い扉をこじ開けました。最後の一撃は渾身の一発、あるいはピーターズの心を折ったか。最後の一撃、あまりにも強く、そしてあまりにも悲しい一撃でした。のりかさん、はい、どうですか、ね、本当にピーター最後の最後まであれだけ打たれても倒れなかったんですけど、バダの勢いがすごいですね。すごいですね。いやー、まさかさん、はい、どういう風にご覧になりますか、この試合は。いや、もうちょっとあの苦戦するかと思ったんですよ、バダハリは。でもあのピーターアーツがバダハリのスピードについていけなかったですね。あのね、ピーター・アーツが調子良かっただけに、僕はピーターの方がやや有利だと思ってたんですけど、やっぱすごいスピードですね。すごいスピードですね。これは一茂さん、はい、今回は世代構想、新世代の対抗かというね、そうですね、注目点があり